はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第266回をやっていきます。今回は力を与えることの成功要件ということですよね。経営者が持っている権力とか権限とか人組織を動かす力というのを、まあ、現場に渡す力を与える、エンパワーメントするというのを前回やりました。ただ、ね、ただ全面的にね、じゃあもう好きなようにやっていいよと、ね、やりたいようにやっていいよって言って、ね、経営がうまくいくってわけではないということですよね。昔はもうとにかくね、全員がもう全く、ね、無駄なことをしないで、もう会社が決めた規則通り、ね、全くはみ出ることなくですね、あの小学生の、ね、遠足みたいに本当に一列になって、ね、そしてもうしっかりと一列で歩いていくって、こういう時代だと、こういう組織だと、もう今のね、あの不確実性が高くて変化の早い時代に、ね、対応できない。結局全てのことをね、経営者が、ね、いちいち問題を判断しないといけない。いや、その問題はこうして、この問題はこうして、この問題はこうしてっていうことで、ね、意思決定を一回一回経営者に仰がれたら、とてもね、もう間に合わないということなんですよね。だからもうある程度ね、その問題に接した現場は現場で問題を、ね、どうやったら解決できるのかっていうのを考えて実行すると。ね、目の前にお客さんがいるんだったら、もう目の前のお客さんはこうしたら喜ぶんじゃないかなって思うことがあったら、もうその人の判断でそれをやって、実際お客さんに満足してもらう、喜んでもらうっていうことをしていくということですよね。だからある程度その、ね、目標に向かっているのであればある程度みんながね、好きなやり方、好きな方法でやっていいですよと。ただ大体は同じ方向に向かってくださいねということですよね。でこれ完全にこうぴったりね、そのマニュアルに書かれた通り、マニュアルに書かれてないことは一切ね、無駄なことだからやるなっていうことじゃなくて、ある程度はね、自由にね、こっちの方に向かってくれるんだったらやり方は任せますとね、であなたの責任で、ね、やってくださいということですよね。ただこういうのはダメだということですよね。こういうのもダメということですよね。ね、それはね、やっぱこう会社っていうのはね、お友達じゃないわけですから、ね、ただ集まってるわけじゃなくて、何か一つのね、共通の、ね、目標を達成するために集まって仕事をしているわけなので、だからこういうのは良くないということです。で、ただもうみんながやりたいようにやっていいよ、好きなようにやっていいよってなると、こういう人たちも出てきてしまうので、いや、自分はこっち行きたいんですとかね、自分はこっち行きたいんですとかね、こういうやり方がいいんですとかっていうことを、ね、考える人、もしくは実際やる人っていうのが出てくるんで、だから 100% ね、力を与えたらうまくいくと、みんなの好きなようにやっていいよって、もう自分は何もやらないから、何も口を出さないから、好きなようにやっていいよってなったら、やっぱりうまくいかないわけです。ね、制御する部分は制御する。いや、こういったのは良くないと。制御する部分は制御する。ちゃんとね、あの組織は組織、人は人というので、ちゃんと観察してて見てる中で、ね、制御するべきは制御すると、ね、で力を与えるべきは力を与えるということを、ね、バランスを取りながら経営っていうのを日々やっていく必要があるということですよね。社員の自立性を重視しながらやり方任せるよと、ね、もし問題が起きたら、ね、何が本質的な問題なのかっていうのを考えてくださいと、ね、自分でね、そしてこうやったら問題解決できるんじゃないかなと思うことがあるんだったら実際やってみてくださいと。もしお客さんが喜ぶってことが、ね、思いついたんだったら、それも現場の、ね、あなたの責任であなたの判断でやっていいですよっていう自立性と、でも同じ企業同じ会社に働いてるんだから、だからの向かうべきところはこっちだし、ね、ある程度統一した行動っていうのは取ってくださいねと。ね、いくらこう一列整列じゃ なくていいと言っても、こういったのは良くないと、こういったのはダメだよっていうことをちゃんと統一的にやっていく必要があるということですよね。でこのバランスっていうのを常に取り続けるっていうのが、まあ経営ということになるわけです。はい、そういうことで力を与えることの成功要件ですね。 100% ね、もうただね、いやもう私は今日から何もしないから、あなたたちの全面的に、ね、好きなようにやっていいよって言ってうまくいくわけじゃないと。コントロールすべきところはコントロール必要する必要があるし、統一性を出す必要があるところは統一性を出す必要があるわけですよね。過去から一貫して、ね、いくら変革するとか変えていくって言ったとしても、ね、あの過去から一貫してやっぱりその企業らしさっていうのがあるんだったら、やっぱそれと一貫してやっていく必要があるわけです。でそういうことでこう力を与えることによってこう、ね、両方のバランスをこう、ね、絶妙なバランスを取り続けて、ね、うまく
組織を運営する経営していくための成功要件というのがあるということですね。それがまあ3つということになります。1つは経営理念、ビジョン、そして行動規範、まあ、決まりルールですねの共有ということですね。もう現場の一番ね、それこそね、社員はもちろんですけど、アルバイト、パート、派遣社員の人みんな含めて、全ての人がね、自分たちの会社の理念とかビジョンとか、あと行動規範、守らないといけないルールっていうのをしっかりと分かっているという状態、まずそれを作る必要があるということですよね。理念って何ですか、組織は何のために存在しているのか、この組織ってそもそも何のために存在しているのか、顧客のどういう必要性を満たそうとしているのか、どういう、ね、あの欲求を満たそうとしているのか、どういう形で地域に貢献しようとしているのか、社会に貢献しようとしているのか、そもそもうちは何のために存在しているのかということをしっかりと、ね、全員が、ね、現場の社員、アルバイト、パート、派遣社員の人みんながしっかりと理解しているということですね。そしていつの時点でどうなってたのか、中期的に例えば何年後もしくは何ヶ月後に、ね、この数字を達成しているということを全員が分かっているということですよね。何年何月何日までにこの数字を達成しているということを全員が分かっている必要があるということです。それをしっかりと経営者っていうのは示して、そして継続的に繰り返し伝えていく必要があるわけですね。はい、そして行動規範です、ね、いくら好きなようにやっていいですよって言っても、ね、必ずすべきこと、やっぱりね、成果の出る方法っていうのは経営者が一番よく知ってるんですよね。経営者が一番よく知ってるわけですよ。なんでかって言ったら、やっぱ経営者っていうのは実績を積んでその地位にいるわけだから、ある程度行動してきてるわけだし、ある程度結果を出してるわけですよね。でその時、そのためにはやっぱりやりたくない、まあ、面倒くさいとか大変だとかって言っても、やっぱりやる必要があることっていうのもあるわけですよ。だからこれは絶対必ずやってください。例えば1日8時間の業務の中で、ね、必ずこれはやってくださいと。あとの残り時間は好きなようにある程度考えてやっていいですけど、これだけは絶対やってくださいねっていうね、その必ずすべきことですね。そして絶対に逆にやってはいけないことですよね。こういったことですよね。ね、あの自分たちはみんなこっちの方に向かってるのに、こういったことね、いやね、経営者がね、社長がね、好きなことやっていいよって言ってるから、私たちは好きなことやってるんですって、こういったのはやっぱり良くないということです、ね、これは絶対やらないでくださいと、ね、うちの組織である以上これだけは絶対ダメというものをやっぱり決めるわけですね。これは行動規範です。そのために必ずすべきこと、ね、好きなことをやっていいって言っても1日8時間全て好きなことをやっていいわけじゃなくて、ね、必ず、ね、これは30分やってくださいとか1時間やってくださいとか、もしくは1週間の中で必ず1日はこれをやってくださいっていうのをはっきりさせるということですね。そして絶対うちの組織の人間である以上、これは必ずやらないでくださいと、これは絶対やらないでくださいというのをはっきりさせるということになります。そして経営者がこの理念、ビジョン、行動規範というのを分かりやすい言葉で、ね、それこそ本当に、ね、もし高校生がアルバイトでいるんだったら高校生のアルバイトでも分かるような言葉で、そして熱意を込めてですね、経営者がね、最終的にその企業の目標を達成したいわけですから、その企業の目標達成への熱意というのをちゃんとね、全ての人にちゃんと伝えて、しかも継続的にね、一回言ったら終わり、なんか一回研修しましたとか一回セミナー開きましたって言っちゃダメですよね。人は忘れますからね、あの2日経てもほとんど忘れてしまうので、だからもう繰り返し理念、ビジョン、行動規範、理念、ビジョン、行動規範っていうのを、うちの企業はこのために存在してて、何年何月何日までにこれを達成していて、そのためにこれは必ずやってください、これは絶対やらないでくださいっていうのを、もうとにかく繰り返し伝えていく。で本当に全員に浸透させていくということですね。でこの3つが分かっている人たちが現場レベルで、あ、問題は起きていると、ね、あ、じゃあ自分の責任でこういうふうに解決しようと、ね、解決した後に後で上司に報告しようとかね、今これをやったらお客さん喜んでくれると思ったからそれをやったと、ね、自分の判断でやったということをやっていいと、ね、その理念、ビジョン、行動規範に沿って、あとは現場である程度自由に考えて好きなことをやっていいですよ、ね、目標達成に向かう方法というのは自分たちで考えて、この3つを踏まえた上で考えてやってくださいということですね。まずその土壌というのを整えると、理念、ビジョン、行動規範を全員に浸透させた上で、それを土壌を整えると、ね、みんなが好きなようにやれる環境というのを整えるということですね。2番は正当な評価と報酬ということです。理念、ビジョン、行動規範っていうのを徹底しましたと、繰り返し分かりやすい言葉で伝えましたとね。で実際にその評価とか報酬を一致させましょうということですよね。
ね、例えばビジョンを達成できたならばやっぱりそれなりの評価ですよね、まあ、例えば褒めるとかね、認めるとか昇進させるとか、ね、そういった評価っていうのは当然必要でしょうし、ね、報酬ですよね、例えば昇給なのかボーナスなのか、ね、そういった形でちゃんと報いるっていう必要があるわけです。逆に行動規範として絶対やってはいけないっていうふうに、ね、組織に徹底しているのであれば、もしやってはいけないっていうふうにはっきり言ってるにもかかわらずやるような人がいた場合は、やっぱそれなりの対応というのをする必要があるわけですよね。そう、放置したら結局この人たちも、ね、迷うわけですよね。あれは絶対やってはいけないって言って本当にやってると、まあ、例えば日本の企業だったらセクハラとかだよね、セクシャルハラスメントとかっていうのはもう絶対ね、どの企業、全ての全企業にとってやってはいけないことになってるはずなんですよね。でそれに対してね、こういった人がね、例えばセクハラをしたとかね、いうことがあった時に放置したら、もうこれで組織はもう いっぺんにダメになりますよ ね。経営者は絶対やってはいけないって言ってやってる人がいるにもかかわらず、その人を罰しないということであれば、もうこれは組織の規律っていうのは あってなきがごとくになるわけです。でそうすると当然ね、評価とか報酬っていう形でちゃんと対応する必要があるわけですよね。まあ、褒めるべきは褒める、罰するべき時は罰すると、ね、いうことですよね。ちゃんと目標が達成できたならば、やっぱそれなりの昇給とか昇進とかボーナスっていうので報いて、逆にそれがないのであれば、ね、逆にまあ減給とかね、まあ、最悪そのね、あの会社の規律だけじゃなくてね、法律に反するようなことをしたならば、まあ、例えばリストラとかね、懲戒解消とかっていうのもあり得るということです。ちゃんと理念、ビジョン、行動規範っていうのをみんなに徹底させたのであれば、それに沿った行動に対してちゃんと評価とか報酬を一致させるということですよね。これを達成してくださいと言ったらして、本当に達成できたならば、やっぱりそれなりの評価とか報酬を与えると、褒めるとか昇給させるとか昇進させるとかボーナスを増やすとかね、まあ、そういったことをするということです。逆にこれは絶対するなって言ってるんだったら、それを本当に、ね、するなっていうことをしたのであれば、やっぱそれなりの対応というのを取るということが大事ということですね。この2つを一致させるってことが非常に大事だということになります。はい、最後は能力の把握と資源の提供ですね。ね、あの自制権限を渡す、権力を渡す、力を与えるわけですけど、ただ任せる相手の能力を見極めるということが大事ですよ ね。例えば社長しかできない仕事をね、あの今日入ってきたばっかりの新入社員に、ね、任せても、それは絶対無理ですよね。その知識も経験もなさすぎるわけですよ、相手をね。それは任したこと自体は問題ということになるわけですよね。やっぱり相手がちょっと背伸びして、ちょっと頑張ればできそうかどうかっていうことを見極める必要があるわけですよね。もしくは人によってはね、才能がありますからね、すごくね、こうね、あの事務所の中で、ね、こうあの事務仕事、ね、一人で、ね、黙々と正確な仕事をするっていうのが得意な人もいれば、どん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 人に会ってね、それでこう人脈をこう構築していくのが得意な人もいますよね。人によって才能も違うわけですよ、ね、あのこう事務仕事がすごく得意な人にね、営業やれって言っても、なかなかやっぱりね、いくらあなたが営業でね、好きなようにやっていいから、その代わりちゃんとね、契約取ってこいって言っても、ね、相手にはね、才能がね、あのその分野に才能が小さければ、達成したくてもできないってことがあるわけですよね。逆に人にどんどん外にどん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 出かけていって、人にどん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 会っていくのが得意な人に、ね、あなたはもう今日からね、もうこの事務所の中で一日中事務仕事ですということでやると、相手の才能が生かされないわけですよ、ね、逆にそういうね、パソコン作業とかっていうのは全然得意じゃないとか、そういう細かいことをやるとね、ミスとか漏ればっかり起こるとね。だけどその人はですね、人に会ってね、どん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 ね、あの営業として開拓していくのは得意かもしれないわけです。そういう人によって才能っていうのが違うし、知識とか経験、過去の経験が違うので、だから業務を任せる相手の能力を見極める必要がある。あ、この人だったら才能、この人の才能を活かせるし、ね、あこの人の知識経験だったらもうちょっと背伸びして、もうちょっと頑張れば、あ任せても大丈夫だな、やれると、ね、いうことであれば、その人をちゃんと見極めた上で任せるということが大事になります。ね、そうじゃないと相手はね、一生懸命ね、理念理解して、ビジョン理解して、行動規範理解して、ね、業務の組織の目標達成のために頑張ってるんだけど、ね、知識のせいでね、能力のせいで、才能のせいでうまくいかないってなると、挫折させてしまいますよね。でそれはやっぱり任した方が、ね、あの人を見抜く目がまだなかったというかね、甘かったということになるわけです。ちゃんとその人がね、頑張れば達成できるようなものっていうのを与える必要があるし、逆の言い方をしたら、この人だったら達成させられるなっていう人にを見極めて業務を任すということが大事だということですね。
はい、そして自律的に動くために必要な情報ですよね。経営者がやっぱり一番ね、その企業に関しての情報というのはたくさん知ってるわけです。経営者が一番その企業の情報というのをたくさん知ってるわけですよね。でその権限を渡す、権力を渡すって、 人とか組織を動かす力を渡すというのであれば、情報も一緒に渡す必要があるわけです。でその仕事をするためにはこの情報を知ってる必要があるということで、例えば経営者が持ってる情報、例えば財務の情報とかね、会計の情報とかね、もしくはその技術の情報とかっていう、まあ、とかね、もしくは人事の情報とかっていうのを、やっぱその権限を渡した人にやっぱり情報も一緒に渡していく必要があるということです。であとは経営資源ですよね、まあ、人物お金ですよね。こういったものを渡す必要がある、ね、そのプロジェクトにはねこれだけの予算っていうのをつけるから、この予算の範囲内であなたがリーダーになってやってということをやるということですね。権限とか権力を移譲させて、で責任も移譲するならば、その責任とともに情報とか人物お金っていうのも渡していく必要があるということですね。はい、そして成功体験を積ませることで、さらに組織のやる気を向上させていくということですよね。あ、この人だったらできそうだなと、ね、この人があともうちょっと背伸びしてもうちょっと頑張ればきっとこれを成し遂げてくれそうだと、ね、じゃあその人にあなたにこの、ね、プロジェクトのリーダーを任せるから、あなたがこのプロジェクトを成功に導いてねと、でそのプロジェクト成功のためにはこの情報っていうのを一緒に渡すと、ね、経営者のところに集まってる、ね、財務の情報とか会計の情報とか人事の情報とか、ね、もしくはその技術の情報とかね、そういったのを渡すと。そして経営資源ですよね。であなたがこのプロジェクトを成功に導くために構成チームは5人だと、ね、そして予算は、ね、何ヶ月間でいくら使っていいと、でそういったのを提供した上で、もし相手が本当にねプロジェクトリーダーなら、プロジェクトリーダーが本当にプロジェクトを成功させたならば、ね、ちゃんとそれなりの評価と報酬を与えて、ね、そして成功体験を積ませることで組織のやる気っていうのを向上させていく。この人がね今回プロジェクトリーダーとして見事に、このプロジェクトを成功に導きましたということで、この組織のやる気っていうのを向上させていくということですよね。でそのやる気の向上とともに目標達成にを成し遂げていくということになります。だから単に力を与えさえすればいい、もうみんなの好きなようにやっていいよと、ね、私たちの会社っていうのはね、とにかく社員の自立性、ね、自主性っていうのを重要視してるから、みんなの好きなようにやってくださいって言ってうまくいくっていうことはないということですよね。ちゃんと力を与えるからにはそれなりの要件っていうのを抑えた上で力を与えて、そしてこのね、不確実で変化の早い時代の中でも成功を目指していくということになります。力を与えていくこと、与えることが成功する場合には、経営理念、ビジョン、行動規範がみんなに徹底されていて、そしてちゃんと理念、ビジョン、行動規範と評価報酬が一致していて、なおかつ相手に見極めてちゃんとやれる人に任せて、任したからにはそれに必要な情報とか人物お金という経営資源もしっかりと渡していくといったことを、ちゃんとやっていく必要があるということです。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。